幸せだったって最後に言えるように、ここにいる全員も同じ気持ちだってほしい。死ぬ前ぐらい笑って死にたい。俺が死ぬ時にはみんなに笑っててほしい、泣かないでほしい。けどまだ俺が死んだらやり残したことばっかやから。感情の全部消えちゃった。吐いていきねえ、見えてる光に突っ込んでも意味ねえ。少しずつ揺らして、ぼかして、壊して、自分の好きなタイミングで溶かして、リリックを書くためプラモデルの日を組み立てて、1ミリの衝撃で大幅に崩れる。その様はまるで初めてマイクを握ったウェザーキング、戦国13章誰一人の心をさせない。学校帰り週4でパチンコ駐車場、二人だけでやり続けた伝説の最後はラップと離れ、お前は専門学生、インスタのストーリーが幸せそうで嬉しいよ。初めて登竜門に行った日のことを覚えてるかな J は。歌いたいから歌ってる、お前は死にたかったから死んだんだろ。4人だった水泳部員も今じゃ3人、リベルさえ組めやしねえよ。部室に残したままの緑のクロックス、ロッカーに大切に入れてあるからな。実音は自由に動けるが、本当は自分だけのものじゃないんだ。3次元の上で与えられた現実、事実を蹴る3分半の鉛筆。回ってきたらめちゃくちゃだりーけど、前に回ってきたらまた肩を組んでいくよ。一人暮らししてたおさむちゃんの家によく集まってた新旧の再会組、行き走りにリベンジは果たせないまんま、イケリアの EP 今も聴き続ける。今日は本当に呼んでくれてありがとうございました。俺の後にもまだあと何組かいると思うんで、東京どこから来るってマジで大変やから、宮崎から東京行くのも大変やし、その人たちの音楽が無駄じゃなかったって思えるように、今日来たお客さん全員が満足して帰れるように、最後まで楽しみにしましょう。これで少しでもヒップホップ、ラップっていうもの、ポエトリーリーディングっていうものが浸透して、変な偏見とか不良の文化とか思われなかったら俺マジで幸いです。そのために俺は生きてると思うんで、イエー、最後の曲がっつりと聴いてってください。もしも願いが一つ叶うなら、俺はいつまでも少年でいたい。大きな大志を抱き、崩れることなく胸を張りたい。けど人間思ってたより脆い、全部神様のシナリオ通り。人生にあんな人がいれば安定が分かりったら楽してたな。時々ふと一人で考える、今死んだらどうなるんだろうって思い残したことは案外そんなにない。もしかしたら今が一番幸せに天国に行けるのかもな。いつもは笑ってるけど、手を握るとたくさんこぼれてくる。たとえ病気で倒れてもいい、殺人に刺されて死んでもいい、俺のことを忘れないでくれ。なかったことにはしないでくれ。愛する人に差し合うことが俺にとっては何より幸せだ。この曲がいつか売れた時に、この曲が一緒になりますように。もしも俺がテレビ越しに聞いた日が来たり、俺が売れた時には今日この人のライブを全自慢してってください。18歳の頃のあいつはヤバかったって言ってください。自分に自信持ってないと音楽なんてやってられないと思うんで、あの日感じた大人の背中にはもう気づけなくなった。昔彼女からもらった幸せには返せてないままだ。二人で重ねた過去に自信を持って思い出と読めたらいいな。楽しい記憶はすぐに消えるくせに、ネガティブはただしばする。金があっても幸せじゃない、金がなくても幸せなやつ。この曲が売れた暁には金があって幸せになりたい。欲しいものはたくさんある、言いたいこともまだまだある。時間が足りない、時間をください。もっとたくさん誰かに届けたい。病気で倒れてもいい、殺人に刺されて死んでもいい、俺のことを忘れないでくれ。なかったことにはしないでくれ。愛する人に差し払うことが俺にとっては何より幸せだ。悲しみが尽きる最後の夜に、この曲が一緒になりますように。教科書が俺に欲しい。
教えてくれた本当に大事なものを見つけた。生きることは死ぬことも死に、生きる言葉は感謝だと知れ。たとえ病気で倒れてもいい、殺人に刺されて死んでもいい、俺が死んでも泣かないでくれ。みんなは変わらずに笑ってくれ。愛する人に幸があることが俺にとっては何より幸せだ。あと70年経った時にこの曲が一緒になりますように。週末の貴重な30分を俺にくださってマジでありがとうございました。この後 CD 無料配布のアクタツと1000のやつがあるんで、ちょっとでも俺のこと気になったらこれからライブ呼んでくれたり楽曲チェックしてくれたりしてくれたらありがたいです。日高大地 AK ダーキーの無料配布でした。ありがとうございました。今日9時まで楽しんでいきましょう。